シンチグラフィ、シンチグラフィ、A、シンチグラフィ、シンチグラムは、体内に投与した放射性同一体から放出される放射線を検出し、その分布が増加したもの。画像診断法の一つ。主要、癌や各種臓器の機能の診断に使われる。また、各種の組織親和性を利用して、異所性粘膜の検出、甲状腺や大気腺の検査にも使われる。 医療現場では、画像化したものについても包括して、シンチグラムと呼ばれることも多く、診療報酬点数表でも、シンチグラムと表記される。なお、一般的には、シンチグラフと RI 検査とはほぼ同義語として使われるが、RI 検査はシンチグラフよりも範囲が広く、画像化を伴わないシンチグラムや、ラジオアイソトープを使った体外からの計測によらない、検査。 循環血液量測定なども含まれる。中英語では、検査法をシンチグラフィー、得られた図、画像をシンチグラムと区別している。123iIMP、99mPC、エ c と 133G といったトレーサーがよく用いられる。133G は吸入ガスを用いるため特別な設備が必要となるため近年はあまり行われない傾向がある。 スクリーニングとしては 123iIMP または 99mTC エクトがよく用いられる。脳高速の超急性期にはすぐに合成可能な 99mTC 方が用いられる。脳血管障害の急性期から急性期には治療方針の決定には定量性の優れた 123iIMP や 133G が優れている。また、 責任病相を同定する目的では、高分解能が得られる 99mTC 製剤が有効である。99mTC エクトは、代謝を反映することから組織のバイオビラティの評価が可能とされる。慢性機能血管障害、特に脳腫管動脈閉塞症における、血行再建術の適応決定にて 123iIMP あるいは 133G。 吸入法による安静時及びアセタゾラミド不可後の脳血流定量測定の有効性が示されている。SPM、スタティスティカルパラメトリックマッピングを基本モジュールとし異なるスペクト機種による画像観察をファントムで補正する機能を有している。炭酸脱水素酵素阻害薬であるアセタゾラミドは選択的かつ強力な脳血管拡張作用を有し、正常組織では 局所の血流が50から80%ほど増加する。これは、毛細血管レベルの炭酸ガス蓄積によるものと考えられている。この負荷の目的は、脳の抵抗血管を生理的な最大限まで強制的に拡張させることにより脳循環予備脳を測定することである。副作用としては頭痛、ふらつき、更新周囲や四肢末消の痺れ感などがよく出現し、 一時間半日ほど持続する。小児では脳血流の増加による脳圧更新で応答することもある。血管拡張作用に基づく脳内凍結現象が起こるための高速急性期では投与を避けるべきとされている。無尿やと母子尿でも投与は近忌である。JET 研究では最終発作から3週間以上経過した後に行っている。アセタゾラミドの投与方法は 別微法と分割投与法、追加地方が知られている。別微法はその名の通り、安静時とアセタゾラミド深火を別にして撮影を行う。脳血流の生理的変動を捉えてしまう可能性がある。脳の位置を合わせるのは統計処理画像を用いれば比較的容易である。分割投与法はトレーサーを同量ずつ2回に分割する。それぞれ条件を変えて連続した2回の撮影を。 行う。1時間程度で2条件の撮影ができるため、アセタゾラミド負荷ではよく用いられる。エクト RVR 法と IMP を用いた DTAG、デュアルテーブルサトーレイディオグロフィが知られている。アセタゾラミド負荷後の心不全、排水種による死亡例が報告されていることからが公開されている。パトロック、プロット法により、全脳血流を定量することが特徴である。 高血流領域でエクトは直線的に増加しないたメラス線の補正を用いる。標準入力関数と一点動脈採血を用いた a r g ポーを発展させ分割投与法に応用したものである。a r g ポーと異なりダイナミック撮影で行う。脳梗塞ではスペクト検査はアテローム血栓性脳梗塞における血行力学的脳拒血の重症度を評価することができる。 脳高速の再発率の高いサブグループを乱すことができる。脳血行再建術により、血行力学的脳拒欠の重症度の改善を証明できる。前述のサブグループにおける脳、高速再発予防効果を検討できるとされている。特に重要なのが、STA、MCA バイパス術の適用を検討することである。 1985年の国際共同研究の結果では、STA-MCA バイパスは脳梗塞の再発予防効果はないとされていた。しかし、その後血行力学的脳拒欠の定量的重症度判定により血行再建術が有効なサブグループ、貧困管流あるいはスタゲーが見出された。日本で行われた JET 研究での定義をまとめる。 JET 研究では D ターグポを最終発作から3週間以上経過してから用いている。脳循環予備脳はアセータゾラミド負荷時の脳血流、安静時脳血流マイナス1重とし、作図では横軸を安静時脳血流、縦軸をアセータゾラミド負荷時血流、ミリリットル、100グラム、ミンでプロットする。ステージ例は、脳循環予備脳が30%より大きい場合である。 ステイチャイは、脳循環予備脳が十から三十パーセントの、範囲内または、脳循環予備脳が十パーセント以下かつ、安静時脳血流が正常平均値の八十パーセントより、大きい場合である。スタゲイは、脳循環予備脳が十パーセント以下でありかつ、安静時血流量が八十パーセント以下の場合である。最終発作から三週間以上経過した後のスタゲイ、が、貧困管流と考えられ、 慢性期の STA、MCA バイパスが脳循環予備脳を改善し、血行力学的脳虚血の軽症化が認められ脳、高速再発予防効果も明らかになっている。脳循環予備脳0%の場合は凍結現象が起こっていると考えられているが、他の貧困管流と予後に差はないとされている。統計解析は C 解析がされる場合が多い。 また脳循環予備脳の低下は CEA や CAS の過換流症候群のリスクファクターであることも判明しており術後管理にも役立つ IMP シンチグラフィーでは 3DSSP でエクトシンチグラフィーは維持図で統計解析されることが多い体調開口部と草木全部はアルツハイマー型認知症で最初に血流代謝が低下する部位である またまた大脳皮質連合屋の内頭頂連合屋で、ある、炎上界と、角界からなる、下頭頂症用は、アルツハイマー型認知症の初期から、血流、代謝が低下する領域である。軽度の左右差がよく認められるが、どちらが優位とは、言えない。進行しても側性は保たれ、頭頂連合屋から、側頭連合屋さらには、前頭連合屋にも、血流、代謝低下が出現する。 アルツハイマー型認知症で血流、代謝低下が起こらない保持領域が知られている。それは、中心高周囲の一時感覚や、一時運動や、後頭部内側部の一時視覚や、側頭葉上部の一時聴覚や、規定覚、視障、小脳などである。維持図では三つの項目が計算されるそれは、血流低下の程度、シベロティ、血流低下の割合、 エクステント、血流低下の比である。ドパミントランスポーター、ダットは、神経終末の細胞膜に存在する細胞膜型トランスポーターで、他のモノアミントランスポーターなどと共に、SLC6、ソリュブルキャリア6と呼ばれる遺伝子ファリーを形成している。ドパミントランスポーターは主に、国質線状体ドパミン終末部が存在する、お上角及び比較に発現している。 国質洗浄体ドパミン神経終末から放出されたドパミンを速やかに再取り込みしシナプス伝達を集結させるとともに神経伝達物質の過剰作用から神経細胞を保護する役割を持つ。イオフルパン IFPCIT はコカイン類似物質でありダットに高い結合神話性を持つ。イオフルパンを用いたダットスペックとは国質ドパミン神経脱落の有無。 度を正確に示す検査となる。すなわち、パーキンソン症候群を示す疾患の、内国質ドパミン細胞が脱落する疾患、パーキンソン病や多系統萎縮症、大脳皮質基定核変性症、進行性格上性麻痺、レビー症体系認知症と、ドパミン細胞脱落を伴わない、血管性、パーキンソン症候群や、薬剤性、パーキンソン症候群、 アルツハイマー型認知症を鑑別することができる検査である。また、ドパミン神経障害の進行を強じ的に評価することも可能である。イオフルパンはエタノールを5%含むため飲酒に対し強い反応を示す患者には注意が必要である。パーキンソン病治療薬は検査時に休薬の必要はない。スリーは、洗浄体における ダットの結合を10%ほど上昇させる可能性があるため注意が必要である。スリーは可能ならば5から7日ほどの休薬をして検査することが望ましい。ダットに結合して再取り込みを阻害するコカイン、アンフェタミン、メチルフェニデート、モダフィニルはイオフルパンのダット結合を強く低下させる。マジンドール、フェンタニル、ケタミンもイオフルパンのダット結合を低下させることが パーキンソン病では、運動症状発現の後から10年前から、ダット現象が始まっており、タットが正常の半分になると運動症状が出現する。パーキンソン病初期と専門医に診断された症例で、ドツペクトで、ドパミントランスポーターの低下が認められない場合は、スウェズの可能性がある。ドパミントランスポーターの低下が認められるが、自律神経障害や初期から、 液点灯性やすくみが目立つ度多系統萎縮症や進行性拡張性麻痺を示唆する所見がある場合は、ミブグシンチグラフィーにて鑑別するべきである。テクネシウム製剤など血流シンチグラフィーのほか、脂肪酸代謝イメージングや交換神経イメージングが知られている。交換神経イメージングとしてはシンチグラフィーが知られている。ミブグは、ノルアドレナリンの生理的アナログである。 交換神経終末で、ノルアドレナリンと同様に摂取、貯蔵、放出が行われる。接合性交換神経の機能を評価できるため、各種神疾患の局所的交換神経障害、神経変性疾患の自律神経障害、糖尿病の自律神経障害の評価に用いられる。評価は H、M 皮とはシュートレートによって行われる。心臓、H と上住核。 M のロアの平均カウントの比率を計算する。正常値は、施設によって異なるが、低エネルギーコリメーターを使用している場は、高気象で2.0から2.6程度であり、中エネルギーコリメーターを使用している場合は2.6から3.4である。WR は、早気象心臓ロアカウントと高気象心臓ロアカウントをもとに計算され、交換神経機能の指標と考えられている。 H, M 比の低下は、レビー固定病であるパーキンソン病、微慢性レビー固定病、純粋自律神経機能不全、不などで認められる。通常ロアは全気症の方が低いものの、レビー固定病では、後気症の方が低く WR の更新を伴っている。通常は、後気症 H, M 比を結果とする。検査の標準化のためスマーティミブグなどのソフトウェアが開発されている。 パーキンソン病では、ミ部グ集積低下が、起立性低血圧、圧反射以上、心拍変動以上に先立って出現するため、早期診断で重要である。多系統萎縮症などでは、自律神経障害は認められるが、節後繊維障害で、ない、肝脳や脊髄中間外が若くため、H、M 比の低下は認められていない。また、拡張型心筋症において、 遮断薬の効果の事前予測のも用いられる。イルブド、生前パーキンソン症候群は明らかではないが、冒険時に偶然に、レビー固定が認められる例で、発症前の PD あるいは、DLB と考えられるが60歳以上の、正常冒険例の8から17%の頻度で、存在するた注意が必要である。ミブグ集積に影響を及ぼす薬剤については、 様々なものが挙げられているが、臨床的に問題になるのは、ノルアドレナリントランスポーターをブロックする3関係、抗うつ薬、4関係抗うつ薬、スナリー、デセルピン、カリウモノアミントランスポーターをブロックするである。これらの薬剤は検査前に休薬する必要がある。パーキンソン病治療薬の中で、セレギレンは検査に影響するという報告もあるが、 通常の容量ではほぼ影響しないと考えられている。心疾患や糖尿病性神経障害は身部具心地に影響を及ぼす。しかし虚血性心疾患ではスペクト画像で局所的な低下は認められても一般的なプラナー正面像でレビー固定病で認められるような無集積認められない。心不全では典型的には 早期像に比べ高期増の強い低下が認められる。しかし2杯や2では、プラナー正面像の早期像で、レビー固定病で認められるような無収積は、認められない。糖尿病では、糖尿病性神経障害を合併しなければ、微部具収積低下はなく、少なくとも、プラナー正面像で無収積になることはない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。